ちなみに昨日ね、裏でラストしてる時にヘリコプターを買ったんですけど、家に2回突撃させてしまいましたね。これレイドなのかっていう、レイドなのかってレベルでやっちゃったんですよね。すごい2回ぐらい家が燃えるっていう、本当にちょっとマジでやばいかと思ったの。必死にね、勝利しながら耐え忍んだけど、木造だから燃えやすくてさ、家が燃えたんだよね。なめこさん、マジラストはね、運転うまいんだと思うんだよね。でもなんでそれなのに2回も家を燃やしかけたかって話なんですけど、山がね、難しいの。山が家にね、入れようと思うとね、なかなか難しかった。屋根が難しかった。屋根が斜めってて。でもヘリポートはね、作ったよ。ヘリポートっていうか、まあ、ヘリの収納場所みたいなとこ作って、車もね、格納できるところ作ったんだ。そう、離したわ、ちょっとだけ。家からちょっと離した。さすがにむずいなと思って、何度家燃やすかわかんないなと思って。今何台目、4台目ぐらいだよ、ヘリ。めっちゃなんか家で家燃やしちゃったんだよな、ね。